です本日は最下位脱出 A クラスまで6でございます。 ファイターズついにね、最下位を脱出したということで、8月は乗りに乗ってますね。うーん。やっぱりね、この夏、リリーフ陣の負担を軽減して、いろんな足に経験させていたファイターズは、夏場に伸びますよと、練習しますよと、6月くらいから言っていた私の予想が当たりましたね。はい。ということで本日も振り返ってまいりたいと思います。試合振り返りをした後、本日のアジェンダは、43日ぶりの最下位脱出、3番清宮連日の活躍、磯畑清宮のメリット、終盤の攻撃について、古川の形成アウトについて、A クラスの鍵は正義執行でございます。 それでは本日も語っていく。 まず本日の試合ですが、4対3でファイターズが勝利をしました。先発は上原ヨザリ投手。試合は1回から動きまして、清宮選手がソロホームランで1点を先制します。ですが2回裏に岸選手がタイムリーヒット。さらに小賀選手、勝ち越しのタイムリーヒットを放ち、2対1となります。3回表にすぐさまファイターズ、万波選手のタイムリーで同点。均衡した6回、磯端選手の内野安打で勝ち越すと、清宮選手がタイムリー放ち、2点差となります。9回に守護神田中世議投手から1点を奪ったライオンズですが、あと1歩及ばず、 ファイターズが勝利という形になりましたで、その試合の振り返りですが、43日ぶりの再開脱出。ファイターズね、13連敗があって、一時期4位までいたんですけど、最下位落ちて、まあ、しばらく定位置だったんですけれども、8月ね、いい感じで勝つ試合が多くて、8月だけで貯金4作って、ほんといいですよね。来週のロッテ3連戦次第では、さらに貯金を見込めるんですけれども、まあ、ひとまずね、最下位を脱出して、5位になったということを、素直に喜んでいいんじゃないかなというふうに思います。目指す先はそこじゃないんですけれども、ただ再開だとね、やっぱり やっぱり選手のモチベーションもあるでしょうし、8月のこの時期に1個あげれたのはね。後半戦。まだ終わってないと希望をつなぐような一勝になったんじゃないかなという風に思います。まあ、明日仕事ですが、美味しいお酒を飲みましょう。お次3番清美は連日の活躍。まあ、清宮選手がね。本日も素晴らしい活躍を見せてくれました。2年連続の2桁本塁打となる。15ソロ本塁打を含む3。安打。 2打点と 3BS が出てればサイクルヒットの活躍でございましたやっぱね、清宮選手は <laughs> 3番がいいのかなと、打ちやすいのかなというふうに思います。正直、打順による打ちやすさとか、選手の成績って、どんぐらい影響するものかなと思うんですけど、ただ清宮選手の場合、現状、少なくとも去年、今年と3番の成績がいいんで、まあ、高校時代から打ってる3番が、やっぱ合うんですかね。本人も打ちたいって言ってるんで、んーん、まあ、よっ レポートのことない限りは清宮3番から ずらす意味がそんんななななにないいじゃないかなと思うので、まあ、今後はここで固定してあげてほしいなというふうに思います有丸がねフルで出れれば全然4番やってほしいんですけど、まあ、そこが固定できないのが結構厳しいですねお次磯畑清宮のメリット本日ね2番磯畑3番清宮って並びだったんですけれども、まあ、ここがね連続タイムリーを打って2点勝ち越したということが本日の勝利につながっておりますで私結構2番磯畑3番清宮を押していて、まあ、なぜかっていうと磯畑選手が出塁した時のメリットは ででかいかいらなんですよねまず清宮選手って耐久っていうか高級筆だなんでで先球眼もいいんで1球2球走る隙があるんですよでさらに言うと左バッターなんでキャッチャー投げづらいっていうのもあって盗塁のサポートにも自然になるとでその上で磯端選手が走んなくてもランナーケアして12塁間空くんで清宮選手が引っ張りの打球打ちやすいというのもあるし磯端選手の盗塁をケアしてウエストのボールが多くなる結果的に清宮選手が打ちやすいカウントを作りやすかったりとかまああるいはストレートに配球が偏り ガチにななるるのでで狙いいも絞りやすくなるというとうころでファイターズ屈指の強打者、清宮選手が打ちやすい環境を作りやすいし、磯畑選手もスチールを仕掛けやすいということで、走っても走んなくてもおつりが来るような、そういう打順なんですよね。だから、磯畑選手がね、こう、バントできなかったりとか、仕事できない日は辛いんですけど、今日みたいにしっかり仕事をして、出塁をしてと、転がしてということができるのであれば、この打順はより生きてくるよな、というふうに思います。やっぱ3番清がね状態いいんで 1, 自分の仕事が試合結果を左右するようなね、そういう状況になってますね。うん 次、終盤の攻撃について。新庄監督もね、昨日言及してたんですけど、ファイターズはね、中押し点、ダメ押し点がなかなか取れないという癖が、まあ連敗中ありまして、最近はね、解消しつつあるけれども、まあやっぱりあと一本が出ないよねっていうのは、もうちょっと改善の余地はあるかなというふうに思っています。今日で言うと、7回、8回、9回、得点圏にランナー進めてるんですけど、点が入ってないと。まあただこれ振り返っていくと、7回はね、ライオンズの守備がめっちゃ良かったと。だからこれは仕方ないです。軍事選手は悪くない。まああとゲッツ恐れて、変にバンとしちゃうのもね、得点効率落ちる う、まあ、ちに行ってゲッツー積極的に行ってゲッツーだったらもうしょうがないよねっていう風に割り切った方がいいと思いますねで9回のマナ波選手が出て松尾がバントをして神と野村が三振というシーンに関しては、まあ、バントしても良かったかなって思いますあのその作戦自体は私は結構わかるなと思ってバントってね得点の期待値は下がるんですけど、まあ、この場面は1点取れば OK というか価値が大きく近づく場面なので、まあ、得点圏にランナー進めて状態のいい神の村で安打を期待するっていう作戦は全然 悪くななかかったのかなといいう,うに思いますねでもちろん松郷を打たせても、まあ、彼の実力があれば結果出るかもしれないですけど今松郷そんな素晴らしい状態がいいわけではないので、まあ、バントっていう選択肢自体はね全然いいのかなと思いましたで8回ですねここはちょっとうーんと思ってて <laughs> 古川選手がツーベースで出て奈良間選手がバントで磯畑選手清宮選手勝負という形だったんですけどこれはねもっと 答えないっすよねまあ、この場面も1点取れば勝ちが大きく近づくよねって場面なんでまあ、2点3点はまあ狙わなくていいというか入選順位低いんですけどまあそれにしても古川選手が2ベース先頭で出たで1番から繋がっていきますって打順なんでまバ、あ、ンとしてワンナーと3塁で磯畑選手ってよりはノーアート2塁から誰か1人でもヒットを打つっていう方が確率としては高かったんじゃないかなっていう風に思いますねまあこのあたりはしょうがないというか結果論でしかないんですけどまあノーアート2塁からのバントって難しいっすよねまあただ 打線として、毎回チャンス作れてるっていうのは、まあ、それだけみんな触れてるってことだと思うし、正直スタメン誰使っても結果出すんで、まあ、逆に新庄さんもね、采配というか、オーダー決めから難しいよなっていうふうに思います。この中押しダメ押しがね、選手が打つのはもちろん、戦術としても取れるようになってくると、接戦をものにするパーセンテージもね、上がってくるような気がします。お次、古川の牽制アウトについて、本日4回表ですね、2アウト満塁の場面で、1塁ランナーの古川選手が牽制でアウトになったというプレーがありました。まあ、これはね、 まあ、完全に不注意というか、相手バッテリーがかなり上手かったんですけど、満塁で一塁ランナー刺されちゃダメですからね。新庄監督はコーチのせいと言っていたんですけど、まあやっぱりランナー古川選手と一塁コーチャ、今後改善されるのかなというふうに思います。まあですけど、正直私、走塁ミスとか結構ね、ピックアップされがちなんですよ、ミスって。でも、まあ出塁したからこそアウトがあるわけで、まあそもそもボンタイばっかの選手だったら、まあ走塁ミスも起こんないわけですよね。まあつまり、ミスした分、出塁する いいいいんんんじゃないかななかと思っっていててて今日のののの選手なんでですすけどこのソウルミススの後の座席1個個決めて1個2ベース打ってるんですよだからもう、もちろんこういうミスはね、なくしていかないと、ここ1番で勝てなくなっちゃうんですけど、まあただ、ミスした分、ボッコボコに打って、キャッチャーやりながら打率3割2分でというところで、変にこう、古川選手の懲罰とか、あいつは走塁ミスが多いとかっていう風になんなくていいのかなと思ってます。ミスしない堅実な選手もいれば、ミスするけど、その分取り返す選手もいて、まあ特性が出ていいんじゃないかなと。 といいいうに思ったりしします。すででででも満塁で一塁ランナーは刺されなほ、まあ、キャッチャーとしてね、リードして、今日も3失点に抑えてるんで、まあやっぱ古川選手すごいっすね。うん。来季大ブレイクしそうな、そんな予感がある選手だなというふうに思いますね。お次、A クラスの鍵は正義執行。さてさて、ファイターズね、まあ最下位とかだったんで、A クラスなんて言葉恐れ多くて言えなかったんですけれども、気づけばね、A クラスまで6ゲーム差の5位に来ました。で、まあ6ゲーム差を1ヶ月でひっくり返すって、相当厳しい。 厳しいんですけどただ今ね3位のフォークスが不調なんですよ8月の成績が8勝13敗8月だけで借金5を抱えていますで一方ファイターズは13勝9敗1分け4つの貯金を抱えているとつまり8月だけでフォークスとのゲーム差は4.5縮まってるんですよね合ってるかなでこのペースでフォークスが9月ももうちょっと借金を作ったりするペースだとファイターズワンチャンスあるかもしれないっていうねまあ、そういう状況ですまあ、ただね1ヶ月で6ゲーム さひっくり返すっていうのは本当に10連勝とか15連勝とかそのレベルの大型連勝がね必要にはなってしまうんですけれどもまあただ月間貯金をね今4作っていてロッテ戦勝ち越しでもすれば貯金5という形になりますのでまあまだまだわかんないですねでそのためのキーポイントでもちろんね打線がね結果を出すこれまで通り打ち続けるというのは大事なんですけどやっぱりねこう接戦を落とさないっていうのが一番大事なんでキーポイントというかね鍵になるのは正義執行かなって そうい,、ね、いうのも田中正義投手最近ファイターズのリリーフっぽくなってきたと言いますか何かこう3点差2点差の登板で1点差まで来てなんとか最後締めるみたいなねいう場面が目立ってきましたで守護神なんでまあそういうあと1本まで打たれてもちゃんと最後抑えるということで問題ないんですけどそこからねダムが1個決壊すると守護神としての仕事はできなくなってしまうとなので今イエローゾーンというかちょっと危ないなというふうに思って。 で、ここから、まあ、これまでちょっと調子崩してたけど、また三者凡退、強いまっすぐが戻ってきて、接戦を正義執行、確実にできる状況であれば、下手に試合を落とさずに、A クラスに近づいていけるかなと思いますが、一試合でもね、守護神で落とすと、勢いが落ちる気がするので、今後の鍵は、田中正義投手、正義執行かなというふうに思います。と話していきましたが、本日の試合に対する感想、ぜひともコメントで教えてください。今後もファイターズに関する動画を出していきますので、チャンネル登録お願いします。ではまた。